ルズです。僕なんか新しい趣味始めようと思うよ。ほほ、どうせなら女の子にモテるやつなんかええなって。バイクとかどない？ええんちゃう？気に入った女の子に二血してかへんとか誘うねん。ロマンチックやん。派手と一つになろうやとか言うねん。かっこええやろ。それはええな。君とも一つになりたいなんて言うてね。やめなさい。君のサウンドが聞きたいなんて言うてね。やめえや。僕のスントルの全開やでなんて言うてね。ええ加減にしとき。でもバイクはいいよな。女の子と親密になれるやん。ほほ。バイクってのは二人で乗るとどうしてもこうべったりくっつかなあかんやん。そやな。キューって密着した状態でこう二人で同じ風を感じるんやで。もうドキドキやん。いやらしいな。心臓バキバキなって前の彼女に気づかれるわ。お前が後ろかい。バイクの免許持ってへんもん。あかんやん。バイクに近いサイドカーって知ってる？バイクの横に小さい車ついてるやつあるな。サイドカーの一種は車の免許で乗れるらしいね。そうなんか。サイドカーでのツーリングもこれまた気持ちええらしいで。それはええな。でな、二人でバランス取ってコーナーリングするんや。二人の共同作業ってやつや。おうおう。そのまま夜の共同作業もどうなんて言うてね。やめなさい。僕のクラッチを聞かせたのかなんて言うてね。もうわからんわ。僕のクラッチ焼き付いてまうでなんて言うてね。残っちゃ。僕の目は隣で運転してる彼女に釘付けや。彼女の運転会。そらそや、車の免許も持ってへんもん。